10回ぐらい出るようにしたらどうかと、とか、まあもっと多い頻度で。まあこんな感じですね。はい。まあ今こう、よいしょと。はい、そんな感じになります。で、さらに、エフェクトでちょっと重要なのが、私もちょっと理屈で覚えているだけなんですけれども、やっぱりエフェクトもこう、入りと抜きが重要っていう。ここでちょっと編集をやめてしまうと、やっぱりちょっと素人臭いエフェクトになってしまうっていうことで、まあ、板ポリゴン、まあ、ポリゴンとかパーティクルが急に空中に現れて、急に消えるってなると、なんかやっぱりこう、素人っぽい感じになるので、これに関しても毘沙門は、コントロールすることができます。そういう、透明度、スーッと入ってきて、スーッと消えていくとか、最初だけバッと出てきて、じんわり消えていくとか、ゆっくり、じわーっと出てきて最後パッと消えるとか、そこら辺をうまく、設定するかどうかで、一つでクオリティが全然変わってきますんで、それに関してちょっと説明します。まあ、と、この、今、ブレンドっていうところを開けました。これだけちょっと馴染みのない言葉なんで、このブレンド、アルファブレンドって言うんですけど、そのブレンドっていう言葉だけ覚えてください。で、ここで、この一枚の板の絵を混ぜ合わせたり、足し込んでいて明るくしたりとか、あとその透明度をコントロールしたりっていう、まあ、ミックス、ブレンドする部分ですね。一切の、そこら辺のパラメータが全部入っています。で、毘沙門の以前の名称がブレンドマジックっていう名前だったのも、まあ、このブレンドのこう、組み合わせで、いろいろな、無数のデザインを表現できるみたいなイメージでブレンドマジックっていう名前がついてました。で、ここを、まず今、固定アルファタイプ、こう、半透明のこのコントロールのタイプが固定になっているので、で、固定になってる上で、アルファが1なので、まあ、ほぼ不透明。で、テクスチャーの方で透明度が入っていますんで、まあ、そっちの方が反映されるんですけど、まあ、一番濃い色で出てる状態です。で、これを、カーブに切り替えます。で、タイムラインボタンまた押す。もう、必ずタイムラインで設定したい場合は、そこにタイムラインボタンがありますので、モードをまずカーブに切り替えて、タイムラインボタンを押す。そしてタイムラインに、の編集に入る。この流れですね。まあもう一度言いますと、まあ、スケマティックでノード選び、パラメータを編集していると。タイムラインをカーブで編集したくなったら、カーブに切り替えてタイムラインボタンを押すと。そうすると、ここに出てくると。タイムラインボタンを押すと、目的のカーブがそこに、まあスナップされます。まあスナップされなくても自分でスクロールして持っていけばいいんですけど、これはもう自分の目で探すのは絶対無理だと思いますんで、必ずタイムラインボタンで押してクローズアップさせると。で、今またノード置きました。で、最初はまあ1っていう。そうするともう、ずっとアルファ1なので、もうずっとはっきりした状態。で、これはあまり意図してませんので、しばらくしたら薄くなって消えるようにしようかと。いうことができますね。で、ちょっと拡大縮小のスピードが速すぎて、このアルファで消えていったのか、細くなって消えたのかがちょっと今わからないんで、ちょっと、まあ僕この細くなる感じはちょっと個人的には気に入っているんですけど、今説明としてはあんまり良くないんで、ちょっと拡大縮小、細くなりすぎて消えないように、ちょっと、一回、細くならないようにしてみます。で、よいしょ。そうすると、まあこういう感じで消えて、まあ結果的にデザインがダメダメになってしまったんですけれども、まあちょっと説明の、都合上、これで、よいしょ。ちょっと待ってください。よいしょ。ちょっと、よいしょ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。
ブレンド。すいません、ちょっと、値が。まあ、このようにちょっと、今ちょっと調子が悪いんですけれども、このノード自体を選択して、まあ、このように、一個一個設定していくこともできます。ちょっと一回。ですね。まあ、さっさと切りよく切れてほしい、消えてほしいっていう場合、まあ、こうしたり、そうですね。まあ、標準的には、今、リニア補完っていう、カクカクした補完になってるんですけれども、ノードを押さえていただいて、このスプラインとか、いろいろ選べますんで、まあ、そういったものも使ってコントロールしていってください。はい。ですね。よいしょ。そうですね。はい。で、ちょっと一度元のデザインに戻します。そうですね。こんなもんかなと。で、まあ、ここまでで、まあ、こういったエフェクトが、作れるわけですけれども、次に、まあ、さっきのだと1枚、こう、スラッシュのようなエフェクトが出てただけなんですけれども、こういうシンプルなものも、たくさん重ね合わせると、まあ、面白い色、味を出してきますということで、同じ材料を使って、さっき一瞬お見せしましたけど、まあ、無限にこう、たくさん出るようにしてみようとか。で、また回転も、こう、まあ、剣の、剣で切った剣撃の後なので、こう30度っていうのにとどめましたけれども、プラスマイナス180度の回転させてみようっていうことで、まあ、入れるとこういう風になったり、で、さらに、一度に1個、1フレームに1個と言わず3つ出してみようとか、まあ、こういうこともできますね。はい。よいしょ。で、さらに、1個のテクスチャーですと、まあ、こういう感じなんですけれども、あ、じゃあ、この、今この Q光っていう、Q のテクスチャーを使っていましたが、そうじゃないテクスチャーを使うとまた全然違った、形になります。なんで、まあ私の感覚的に言うと、もうテクスチャーっていうのは単体で見てても、最後どういう絵になるかわからないんで、まあやっぱ経験を積んで、こういった歪な形のテクスチャーも最後出すといい感じになるとか、覚えていくしかないんじゃないかと思います。で、今、変わったこう、放射光っていうもの。これ手書きのものでも、フォトショップで作ったものでもいいんですけど、今ちょっと手っ取り早いんで、この上で作ってしまってます。で、例えば、こう。そうですね。線の幅をちょっと増やして、ちょっと今ちょっとやりたいのが、真ん中から放射状に出てるウニみたいな、いびつなテクスチャをちょっと作りたいということで。で、長さをまあもうちょっと、こう、増やそうかな、みたい
で、これだとちょっと画面外に飛び出してしまっているんで、そうするとテクスチャーの四角形のこう縁の都合が見えてしまう。こうエフェクトでこうやっぱり一番気をつけないといけないのが、こう作り手側のこう都合を見せてしまうと、まあ、例えばもうこれテクスチャーの縁で真っ平らになってるってとこが見えてしまったりするとまずいですし、急に出てきたみたいな、さっきみたいな、板ポリゴンの都合が見えてもちょっとみっともないので、そういった部分は見せないようにします。で、あとは、そうですね、まあ、密度をもうちょっと増やしたりで、で、まあ、膨らみ位置、をもうできるだけ中心に持っていったりで、そうですね。で、乱雑さとか、まあ、まあ、こういろいろできるんですけど、まあ、こう本当のウニ状態にしたり、そうですね、長さにもちょっと、まちまちにしてみ、しまったり、そうすることで、もうこれ全然最終的な見た目が変わってしまってると思うんですけれども。そうですね。で、これ、まあ、今、ちま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 、こう、早すぎて、消えるのも早すぎて、ちょっと、せわしないだけで、全然かっこよくない、なんか、こう、スーパーファミコンのゲームぐらいの感じのエフェクトでしかないんですけど、これを、もうちょっとスローにしてやるかとかいう話で、ちょっと調整していきます。まあ、この調整の状況を調整するとどんどん変わっていくっていうのを見せて、お見せしたいというところです。で、どんどん、やっぱりこの操作を覚えるっていうよりは、ああ、なるほど、こう速度を上げたらこうなるのかっていうのを、もうできるだけいっぱいこうトライアンドエラーして、やっぱりこう、モーショングラフィックス的なセンスをどんどん磨いてもらうっていうのが重要になります。で、これ多分消えていくのが早いので面白くないって。しぶとく出ていくようにしようとか、細くなって消えるのが早いんでせわしないのかなっていうところで、まあ、Y のマイナス方向への速度を、ちょっと、細くなるのをゆっくりにしてみよう、みたいな。で、さらに、これ消えんのがゆっくりになっているので、まあ、正直言ってこう、消えるのがゆっくりになっているので、こんなに必死、まあ、たくさんものすごい頻度で出さなくてもいいんじゃないかっていうことで、まあ、10フレームに1個ぐらいでどうだろうと。ちょっともっさいですね。なんか2フレームに1個回ぐらいだろうかとかですね。で、まあ、これもなんかリニアにこう薄くなっていくんじゃ味がないんだろうかとか、まあ、素人の私がですね、こうやってどんどんこうデザインこう学んでいくわけですね。まあ、私はデザイナーじゃないので、まあ、ある程度までまあありかなっていうような、まあ範囲で、まあ、自分が個人で、プライベートでゲーム作る範囲で、なんか趣味のゲームを作る範囲でならありなデータぐらいまではこうやって、まあ、経験値で、まあ、カバーしていけるんではないかと思います。これもっとこう、ゆっくり、まあ、光がこう、刺してきたみたいにもっとゆっくりしたいんですけれども、ちょっと時間の方を確認して、もうちょっと1時間ぐらい経ってますんで、これをどんどんこう触っていくとドンピシャでもう簡単に決まるようになってくるわけですね。はい。で、もちろんこれ今テクスチャーが違うと見た目も全然違うっていうのを、じゃあこの出来合いのテクスチャーをいろいろ変えてみてお伝えしていこうと思いますけれども、例えばこんなんだったらどうなるんだと、和のようなタイプのテクスチャーだと、そしたらまた全然違うわけですね。あとは、まあ、もともと色がついているテクスチャーだとか、輪郭がぼんやりしているものとくっきりしているものでも全然効果が違ったりしますし、そうですね。